どうも皆さんこんにちは、茶番部の抹茶です。この動画はパラディンズに興味があるけど何も知らない方や、パラディンズを始めてみたけどよくわからないという方を対象にしたパラディンズ入門者初心者向けの解説動画です。この動画を見終えた時には何の不安もなくパラディンズをプレイできることでしょう。動画の構成はこのようになっております。まずパラディンズというゲームそのものについて軽くお話しします。パラディンズはチーム対戦型 FPS で、様々な能力を持ったキャラクターを操作し戦うゲームです。課金要素が見た目を変更するスキンというものの取得がメインのため、基本プレイ無料で十分に楽しむことができます。パソコンや Xbox、PS4、Nintendo Switch にて無料でプレイすることができます。PC 版は Windows、Mac、その2つに対応している珍しいゲームですね。それではパラディンズについての雰囲気が分かったところで、ゲームのルールについて知っていきましょう。パラディンズはいくつかのゲームモードがあります。ここではパラディンズの主なゲームモードであるシージというモードについてのみ紹介します。シージのルールを一言で言うと、4ポイント獲得したチームの勝利、たったこれだけです。これだけでは説明不足になってしまうと思うので、この後詳しく解説していきます。勝利条件である4ポイントの獲得方法には3つの方法があります。シージではマップ中央のポイントに自チームまたは敵チームのキャラクターが一定時間滞在することで、そのチームの制圧率が上昇し 100% になった時に1ポイント獲得することができます。ちなみに自チームのキャラクターと敵チームのキャラクターがポイントにいる場合は拮抗状態となり、制圧率はどちらのチームも上昇しません。また制圧率が 99% となるとオーバータイムというゲージが画面上部に表示され、このゲージがなくなったタイミングで制圧率 100% となり1ポイント獲得となります。さあ、これがポイント獲得の1つ目の方法です。先ほどのように制圧率が 100% となるとポイントにペイロードという荷車が出現します。制圧したチームのキャラクターがそのペイロードのそばにいることで、ペイロードが自動的に動き敵陣を目指します。このペイロードを敵陣まで運ぶと、ペイロードを運んだ側にポイント入ります。これがポイント獲得の2つ目の方法です。最後の3つ目はペイロードを運びきれずに時間切れとなると、運ぶのを阻止した側に1ポイント入ります。ただし守りきった側のポイントが3ポイント、つまりリーチの状態で運ぶのを阻止した場合はポイントは加算されません。つまり3ポイントでリーチのチームは制圧率を 100% にするか、ペイロードを敵陣まで運びきらないと勝利できません。ちなみにペイロードを運ぶときの補足実行ですが、ペイロードを押しているときに敵がペイロードのそばにいる場合、ペイロードは進みません。ポイントと一緒ですね。また、味方がペイロードの近くに誰もいないと、ペイロードは少しずつ元の制圧地点へ戻っていってしまうので注意が必要です。このように、ペイロードを運びきるかタイムアップになると、一旦リスポーン地点にみんな戻され仕切り直しとなります。ゲームルールについてまとめると、勝利に必要なポイントは4ポイント。ポイント獲得は制圧率 100% かペイロードを運び切る、または運ぶのを阻止する。ただし、阻止での勝利はできない。です。ルールが分かったところで、今度はどのキャラクターを選べばいいの?っていう声が上がりそうですね。次はキャラクター選択について説明します。今までは分かりやすくするためにキャラクターと呼んできましたが、実はパラディンズではキャラクターのことをチャンピオンと呼んでいます。そのためこれ以降はチャンピオン呼びに統一します。ここからはルールなど明示的なものではなく、考え方の面が多くなるので、こうしたら必ず勝てる、活躍できるというわけではないのでご了承ください。ただ私がパラディンズを500時間ほどプレイしてきた中で掴んだものを全力でお伝えします。チャンピオンを選ぶとき、
誰を選べばいいかわからないという方は多いかと思います。実はチャンピオンにはロール、すなわち役割が割り振られていることをご存知でしょうか。ロールについての理解があるとバランスのいいチャンピオン編成となり、チーム内で得て増えてを補い合うことができるのです。ロールにはフランク、ダメージ、フロントライン、サポートの4種類があり、それぞれ強みと弱みがあります。フランクは短時間近距離で最も高い火力を出せる反面、体力が少なく距離があると火力が出づらい、またスキルの癖が強いという特徴があります。敵の不意をついたり至近距離での戦いに向いています。ダメージは長時間長距離でも火力を維持できる反面、自衛手段に乏しいという特徴があります。敵へダメージを与えていく中距離戦での戦いに向いています。フロントラインは HP が高くシールドなどの防御系スキルが多い反面、瞬間火力や移動速度が出づらいという特徴があります。前線を押し上げ味方を守る戦いに向いています。サポートは回復スキルが優秀で、いざという時に逃げることに長けている反面、敵に狙われやすく一人で戦線を打開しづらいという特徴があります。味方を回復しながら敵へダメージを与えていく、そんな戦いに向いています。シージでは5対5で戦います。カジュアルマッチとランクマッチがあるのですが、カジュアルマッチで多く見かける構成がフランクまたはダメージ3体、フロントライン1体、サポート1体の構成で、ランクマッチで多く見かける構成がフランクまたはダメージ2体、フロントライン2体、サポート1体という構成です。この構成を守るようにすると無難に戦うことができると思います。ただしこの構成が絶対というわけでもなく、強制するものでもないので参考までに。僕はサポート5体の構成で勝ったことも、サポート5体にコテンパンに負けたこともあります。さて肝心のチャンピオンの選び方ですが、僕が普段心がけているのは基本的に前述したバランスを見て使用するロールを選びます。そしてそのロールの中で一番自分が使いたい、または使い慣れているものを選択しています。細かいことを気にすればキリがないので、初めはそのくらいの意識で使ってみたいチャンピオンをたくさん使ってあげてください。チャンピオンを選んだら次にタレントの選び方をお伝えします。タレントを選ぶことはそのマッチの戦い方を選ぶことに等しいと私は思っています。口述するロードアウトとの組み合わせで自分なりのプレイスタイルへと変貌させることができます。特にサポートですとそれが顕著で、回復を特化させるものもあれば、反対に攻撃を特化させるものもあります。チャンピオンにはスキル4つとアルティメットの1つが搭載されていますが、タレントは基本的にアルティメットを強化するタレントが1つと、何らかのスキルを強化するタレント3つがあります。そのため味方の編成と敵の編成を見て一番効果が高いと思うものを選ぶのがいいと思います。ただ使い慣れていないスキルのタレントを選択して最終的にほとんどタレントの恩恵に預かれなかったということのないよう、自分の慣れ具合と相談して選んでみてください。さあタレントを選択したら次はロードアウトです。先ほど紹介したタレントとの組み合わせで無限大にチャンピオンの個性を引き出すことができます。ロードアウトはチャンピオンの能力をアップさせるカード5枚からなる、いわばデッキのようなもので、カードに計15のポイントを割り振ることでカードの能力をとても強くしたり少々の強化にしたりすることができます。初めてのプレイでロードアウトを組むのは難易度が高いと思うので、それを解決するとっておきの方法をお伝えします。一番簡単なのは他の人のロードアウトの構成を真似ることです。幸いパラディンズは他の人のプレイヤー ID で検索するとその人が使用しているロードアウトを丸々持ってくることができます。特定の個人なんて知ってる人がいないという方はリーダーボードから検索することで上位勢の人のロードアウトを同じように持ってくることができます。一つ注意点としては、参考にした人のプレイスタイルが
必ずしも自分と同じではないということを覚えておいてください。合わない場合は恩恵の少ないカードを自分なりに交換してプレイしてみてください。そうすることで自分なりのロードアートが完成すると思います。さて、小難しいシリーズ最後はアイテムについてです。アイテムはマッチごとの活躍で入手するポイントを消費して買うバフ効果です。つまり活躍に応じて自分の能力を上げることができます。活躍といっても生きているだけでもポイントは上がるのでご安心ください。効果が目に見えやすいものではリロード速度のアップというものを買うとリロード速度が見違えて上がったりします。アイテムの購入はそれぞれ3段階までアップさせることができ、各色1個ずつ買うことができます。チャンピオンによっては購入できないアイテムもあったりします。例えば文字やグローバーはリロードがないためリロード速度アップを購入することはできません。数あるアイテムのうちどれを購入するかですが、僕の場合敵にサポートが1人でもいればコートライズ、日本語で言う焼却を積極的に購入しています。戦っていると打ち勝てそうなタイミングで敵に回復され逆に負けてしまうということがあったので、敵の回復量を下げる働きがある焼却を購入することで少しでも相手の回復量を減らし打ち勝てるようにしています。どのロールでも積極的に攻撃を当てていくのが基本だと考えているので僕は焼却を押します。小難しい話が終わったところで次は実際の試合の流れについて見ていきましょう。トリングでそれやらないとみんな追いつくな。さあマッツーとこのように試合準備を手に取っています。で、取りたいキャラクターをこんな感じで選択していきます。役職ごとにこう全てのキャラクターチャンピオン対象だったりダメージチャンピオン、フラングチャンピオン、フロントラインチャンピオンと分けることができます。あとサポートですね。これがロールで分かれているので、自分のやってみたいロールをしてそこから選択していくと素直に見つけられるのかなと思います。で、味方の情報が左サイド、敵情報はこの16秒終了後のチャンピオン選択終わった後に出てきますね。今回は右下に場所出てますね。カエル島というところが、マップです。で、最初タレントを選択することができます。今回ダメージを与えていきたいので焦点レンズというこのタレントを使っていきます。チャンピオンによってレベルがあって使うとどんどんレベルが上がっていくシステムなんですが、その時はこの辺りは確かレベルで解放されるので8レベル10レベルぐらいになるまで解放されないはずです。はい。で、タレント選んだら次はロードアウトですね。元々組んであるものを、装備していきます。で、Iボタンを押すことで、アイテムを買うことができます。今回敵にインちゃん回復役がいるので焼却を買って敵の回復を少しでも減らそうということで、で、奥には制圧と書いてあるのですが、この制圧のポイントが、最初に向かうポイントですね。ここに一定時間いることでパーセントがどんどん上がっていって味方のパーセントが 100% になった時に、こっちが1ポイント1ポイント獲得するという仕様になってます。こんな感じでいると左上に青チームのゲージが溜まってると思います。これは39秒ですね。真ん中にある3はこの園内に何人いますかっていう表記です。こんな感じでいると左上に青チームのゲージが溜まってると思います。これは39秒ですね。真ん中にある3はこの園内に何人いますかっていう表記です。で、場所を取るとこのようにペイロードが表示されて、これをキャラクターが近くにいることで味方のキャラクターが近くにいることで、押すことができます。まあ、自然に動いてくれるんですよね。はい、というわけでここが敵陣なので、ここ敵の陣地までペイロードを運ぶと1ポイントですということで、アイテム、このリスポーン地点、ここがリスポーン地点、もし死んでしまったらここで生き返るんですが、ここでしか、味方じゃないアイテムを買うことができないので、ここにいるときにアイテムを買いましょう。さあ、またペイロードを取ることができました。
はいはいはいと。まあこんな感じで、敵陣まで持っていけば1ポイントです。今回ちょっと負けの映像が撮れなかったんであれなんですが、ということで、短時間で、連続でどんどんキルを取るとこんな感じでトッププレイになったりします。というわけでこんな感じで最後の勝利画面が出ます。まあ敗北だったら敗北みたいな画面が出るんですが、で左が、自分のキャラのレベルですね、チャンピオンのレベルで、真ん中が自分のアカウントレベル、ランクですね、自分のランクレベルかな。で一番右がバトルパスっていう今回は制度があるのでそのレベルです。まあ一番右はあまり関係ないかもしれないですね。課金すればなんかこれの報酬に応じてクリスタルがもらえたりスキンがもらえたりします。でスコアボードが実際戦績ですという感じで、こうわーって青チームが自分のチーム、赤チームが敵のチーム、クレジットがアイテムを買う時のお金ですね、ポイントみたいなやつです。まあ、今回2800一番稼いでますと。で KDA がキルデスアシストということで、キルが敵にとどめを刺した回数で、デスが、自分が死んでしまった回数、アシストが、自分が攻撃を入れて味方がキルをした倒した回数ですね。まあ、なので比較的必然的に結構アシストは多めになる印象です。で連続回数が自分が倒れることなく何回キルアシストをしたかっていうのなんで、今回1回も倒れてないので15たす28で43がここに来てますね。で目標タイムが先ほどの、ポイントまたはペイロードを押した時間ですね、近くにいた時間です。でダメージが、今回与えたダメージ量、敵に与えたダメージ量です。まあ敵プラスシールドっていうのもあるんですが、缶がなんかバリアみたいなやつ貼ってたと思うんですが、あれに与えたダメージも含みます。まあ、今回ダメージもトップですね。で回復が、シールドか、シールド行った方がいいね。シールド、今回缶があるんですが、缶のその自分のバリアみたいなやつを貼って、敵の攻撃を防いだダメージ数ですね。なんでシールドある分こんだけ自分にダメージ入らなかったよっていう値です。で回復中っていうのはちょっと誤訳な気がしますが、シールド中も含め誤訳な気がしますが、まあ、回復量ですね。今回私3万7000回復して、敵の缶は回復のスキルもちょっとあるのでちょっと微量なんですが、それが1192ということで、はい、そんな感じでした。トレーニングモードなので一方的な試合になることが多いんですが、まあ、練習がてら使ってみるというには、スキルもいろいろ使えますし適してるのかなと思います。まあ、実戦経験を積むためにはもちろんカジュアルなりランクマッチなりを潜っていく必要があるかと思いますが、まあ最初はこのトレーニングで、あ、こんなスキルあるんだって見てもらうのも一つの手かなと思います。と下の詳細切り替えを押すと、敵と自分のチームが使ってたロードアウトだったりアイテムだったりレジェンダリー、タレントを見ることができます。ちょっとこうアイコンしか出てないんですがね、まあ、どのアイテム買ったかなとかいう傾向が見えたりするので、味方に合わせるもよし、まあ、味方はこうだけど自分はこうするっていう道を突き進むもよし、好きにやるといいかなと思います。いかがでしたでしょうか。ここまで見てくれたそこのあなたはきっともう立派なパラディンズプレイヤーになれることでしょう。小難しい話もありましたが、ゲームの基本は楽しむこと。ゲームで勝つと楽しいですよね。今回はそんな人のために動画を作ってみました。チャンピオンの使い方については別シリーズで動画をアップしてますので、よかったらそちらもご覧ください。プロの方のプレイ動画をもとに解説しております。私自身も一パラディンズプレイヤーとして YouTube や Twitch にて活動しておりますので、ぜひ YouTube のチャンネル登録や Twitch のフォローをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではでは。